いや緊張する。どうしよう。ちゃんと書けなかったらどうしよう。でバネロペの難しさのポイントって一番どこになるんですか。そうですね、全部ですね。あ、全部。バネロペの場合はその顔に特徴があるんですけれども、はい、ちょっとなんでしょう、目の大きさとか鼻の位置とかサイズが違うとバネロペじゃ見えなくなってくるんですよね。なるほどなるほど。なんかそれをうまいことこう位置をこう考えて書かないと、うんうんうん、見えてこないんですよね。なるほど。ちょっと難しくって、バネロペ風の少女になってしまうかもしれないっていう。そうですね、ちょっともう顔自体もそのバランスを考えて書かないと難しいんですよね、うんうんうん、なるほど。ちょっとうまく描けるかな。いや今でもちょっとうっすら見えていますが、相当バネロペです、はい、そうですか、うん、かわいい。ちょっとこの目の感じとお鼻の感じっていうのがやっぱり特徴なんですか。そうですね、目の大きさと、あとあの頭が大きいキャラクターですよね、うんうん、でもこの髪の毛を描くにもちょっとルールがありまして、ちょっとよく見ると四角ですよね。四角くこう、なるほどなるほど、描くんですけど、そこからちょっとこう、あ、そっかそっか。でもそうですね、本当にで、何でしょう、何をしてるかな、携帯に、携帯見てるとこにしようかな。すごい、もう大体当たりをちょっと今つけてるから、ちょっと今汚い家ばっかり。いやいやいや、もうこれだけでもやばいです。しー、大体時間なかったらどうしよう。いやでも全然大丈夫だと思います。ですね、大体この辺じゃないですかね。でラルフを、ラルフどうしようかな。ラルフをこうラルフっぽく描く一番のポイントって何ですか。そうですね、このラルフは、うんうん、体がこの四角いイメージを、うんうんうん、どのポーズでもやっぱ四角い感じの描く描く、なんかストレートラインと、はい、うんうん、この角がちょっとこうシャープなところとか、やっぱりそのできるだけそこはどのポーズでもあのイメージして描くことが大事だと思いますね。ポケットがあってスカートがあって、ちょっとこうスピードちょっと上げてる感じです。いやすごいです。ナルペやっぱり描くの本当に難しいキャラクターですね。他のプリンセス四角く描いてとか、このキャラクターは四角をイメージして描いてとか、はい、このキャラクターはあの三角みたいな。なんかノーズモアっていうキャラクターはいるんですけど、そのノーズモアのキャラクターはできるだけなんかブレッドみたいな、なんていうのかな、この形ブレッドシェイプって呼んでるんですけど、はい、なんかこういう形に描いてくださいっていうそのキャラクターのルールがあるんですね。ありますね、一つ一つ。でも私もまだどれだけ描いてもやっぱりちょっと難しいですね。もうパラパラパラっと、はい、ありがとうございます。ちょっと一気にこう、こう入れてあげるとだんだんこうパッとしてくるんですけどね。いやもう今の時点で十分もう素晴らしすぎますが。大丈夫ですか。はい、大丈夫です、大丈夫です。あとはもうちょっとこう髪をちょっとくるみ入れてあげるとだいぶ、まあそっか、バネロペをそう特徴っていう、特徴ですもんね。そうですね、髪くるみで、かわいい。最も特徴的なところがこうキャンディー、そうですね、散らばってる、キャンディーが散らばってるんですけどね。ちょっと見てもいいですか。筆ペンなんですね。そうですね、好きな時にこう好きな感じに使っていく、その時によりふるんですけどね。あ、まあ筆ペンにこだわらずいろんな、はい、画材を使われる。はい、そうですね、うん、なんか好きなように。コピックとかあればあれなんですけどね、はい、うん、まあ、色はそうですよね。ちょっとこうトーンとか出せるんですけど、うん、今回ちょっと筆ペンだけでちょっとこうトーン見せてみようかな。うん、あ、はい、いいですかね、お願いします。すみません、
じゃないんですけど。いやいやいや、もう素晴らしすぎます、こんな短時間で。はい、いえいえ、もうちょっと時間かけたらちゃんとかけた。